何者だ。すまない。思えば誰かと同じ部屋で寝るのは初めてだ。だからまだ慣れない。あまりに多くの人間に命を狙われてきたせいか、少しの物音で飛び起きる癖がついてしまってな。驚かせてしまったか。ああ、嫁をもらうとこんないいこともあるんだな。昼まで寝たのは久しぶりだ。他の者は用がなければ起こしに来ないが、シーランは早起きでな。毎日朝っぱらから山のような政務文書を部屋に持ち込んでくる。鬱陶しいことこの上ない。だが、あいつも新婚初日の男を邪魔しに来るほど空気の読めない奴じゃない。これからの俺は暴君であり、美人に溺れる愚かな君主でもある。毎日こうして自然に目覚めることができるんだ。腹が減っただろう。従者に朝食を持ってこさせよう。必要ない。可愛い花嫁をめとったばかりだ。長いすればするほど花嫁の寵愛ぶりに白銀の騎士が焦るだろう。もし正当な方法で白銀の騎士がお前と話をしたいと言ってきたのなら、お前は危険を冒してまで俺のところへは来なかったはずだろ。お前は時空を超えられる。時空の旅人であるお前なら、この大陸の多くの過去や出来事を知っているはずだ。かつて俺が水鏡からお前と白銀の騎士を見ていたことも知ってるんだろ。俺はイエセー大陸の皇帝。ここでは俺が法律だ。さあ、とりあえず言い争いはやめて本題に入ろう。俺はお前たちのやりとりを観察していた。お前は白銀の騎士に対して普通の少女として接していたな。母親の死後、奴は海外しくお前の世話をした。お前は奴を頼り、心を動かされ、全面的に信頼を寄せていた。だが、あの妖剣、お前はそう呼んでいるんだろう。奴のお前に対する態度は、とても普通とは思えなかった。あいつはお前の気持ちに寄り添い、複数の役割を完璧に演じていた。時には慈愛に満ちた父親に、時には頼れる兄に、またある時は甘く接する恋人のようでさえあった。わかるか？もし妖剣が普通の男なら、あんな風に自由自在に役割を切り替えられるはずがない。仮に俺が同じ立場なら、兄や恋人役はうまくできるかもしれないが、絶対に父親役は演じきれない。もしお前が泣きついてきたら、きっとうろたえるばかりだっただろう。俺に対する評価が随分と手厳しいじゃないか。
お前の目にはそんなにどうしようもない男に見えているのか？気づかなかったか？陽軒の対応は普通の偽りのない人間のものとは言い難い。奴は心で対応しているのではなく、経験に基づいて対応しているんだと思う。少し傷つくかもしれないが、はっきり言っておかなければならない。お前が陽軒の心に入り込めたことはない。あいつはお前の全てを受け入れ、懸命に世話をし、可愛がったが、実際は、お前を対応すべき人間としか見ていなかった。お前が陽軒を全面的に信頼していたことは知っている。だが、分かってくれ。お前は、奴にとってそれほど大切な存在ではなかったんだ。思っていたより落ち着いているな。いいぞ。俺も冷静な盟友が欲しい。俺が言いたいのは、お前は本当の白銀の騎士を知らない。あいつは自分が見せたい面だけをお前に見せていたということだ。奴が反乱軍には巧妙や正義、希望に満ちた高潔な騎士の一面のみを見せ、人を操り従わせ、自分の代わりに陰謀を実行させる時のように。今すぐ白銀の騎士と距離を置けとは言わない。お前に冷静かつ理性的な判断をしてほしいだけだ。それでこそ俺の盟友にふさわしい。お前が白銀の騎士のことをどの程度知っているのかはわからない。だが奴との争いにおいて俺は優勢ではない。あいつの計画は周到で、この高級にも魔法塔にも奴のスパイが多く潜んでいる。もし白銀の騎士と会いたいのなら、まずは俺に従え。そう悲しむな。俺たちは愚かな王と花嫁を演じるだけだ。実際俺はお前に何もしていない。そうだろ？どうした？ああ、この紋章のことか。別に面白い話なんてないぞ。俺はアルネージュ生まれで、父親はアルネージュ城の城主だったというだけだ。
俺が14歳の時、アルネージは氷潮に飲み込まれた。俺は都へ送られ、先帝である叔父に引き取られた。そんな目で見るな。あの年、イエセイ大陸は孤児で溢れていた。臣民と同じ苦痛を味わうことは、皇族としての責務だろ。お前は本当に特別だな。お前がそばにいると警戒心が薄れてしまう。最初はベッドの端を叩いていたんだ。貴族らしくな。20分も叩き続けていたら手が赤くなった。なのにお前は天蓋の中でピクリとも動かない。だから直接顔を叩いたんだ。それはダメだ。万が一外に声が漏れれば、美しい嫁をめとったのに、俺が毎晩ソファーで寝ていることが高級中に知れ渡ってしまう。さあ、早く起きろ。今日は朝狩りへ出かけるぞ。朝狩りに行けば皇族の馬車で各地を回れる。そうすれば全ての貴族と平民に可愛い花嫁を自慢できるだろう。領事を選びに行ってくる。早く着替えるんだぞ。議事ホールで会おう。狩り場と郊外の別荘の片付けはシーラン教の配下の魔術師たちに任せる。それからロタツ教、今日は高級の警護を頼む。外出はしないように。今日の物語の登場人物は俺だけだ。他の男は全員台本から蹴り出してやる。
いつのどこが僕に似てるんだ。指を鳴らしてみせようか。暖かい光だ。眠くなってこないか。くそ。そいつのどこが僕に似てるんだ。指を鳴らしてみせようか。暖かい光だ。眠くなってこないか。戦いはまだ終わってない。俺たちなかなか戦いの息が合ってたよな。鳴らしてみせようか。そいつのどこが僕に似てるんだ。耐えろ。君が来るまでここで待ち続けるよ。指を鳴らしてみせようか。そいつのどこが僕に似てるんだ。俺はいつだってお前の盾になる。狩場は片付いたか？よし、次は別荘の庭園をきれいにしておけ。今夜はあそこで宴を開く。いいか、今夜は春の風景が見たい。緑にあふれ花が咲き乱れる庭園だ。陛下、我々は狩場の除雪で大量の魔力を消耗しました。その上別荘も清掃するとなれば限界を超えてしまいます。陛下、どうかこの罪深き家臣にご慈悲を。裏切り者に慈悲を請う資格はない。魔力がなければお前らのような反逆者など今日まで生かしてはおかなかった。俺が最も憎んでいるのは白銀の騎士、そして奴と結託する裏切り者だ。美しいお嬢様、あなたは未来の皇位様でいらっしゃいますね。どうかあなた様からもお願いしていただけないでしょうか。私は魔術師の限界を知っています。彼らはもう耐えられません。
また俺との約束を忘れたようだな。私はロカのものだろ。このイエセ大陸でお前だけが俺の名を呼ぶ資格がある。誰かこの罪人の魔術師どもが一時もさばらず庭園を掃除するようしっかり見張っておけ。反抗する者がいれば即刻頭を砕け。いいか、俺たちは盟友だ。お前は俺に合わせて従順で可愛い花嫁を演じるんだ。それから何があっても動揺しないようにしてくれ。あの魔術師たちは裏切り者の末路だ。俺は反逆者を憎んでいる。お前が俺の憎しみの対象になることは望んでいない。まあいい、重い話をしてしまったな。そんなことより狼を探そう。狼を何匹か飼ってゴマスリ貴族たちのストレスを減らしてやらなきゃならないからな。いつのどこが僕に似てるんだ。君のためなら命も惜しくない。どこが僕に似てるんだ。お前と一緒に戦うのも悪くないな。鳴らしてみせようか。勝利の栄光は好きだ。